来てからちょっと結構時間経ってます。3時間ぐらい経ってる。2時間か。あ、でもちょうど3時間ん？ちょうど2時間ぐらい経ってる。起きてからちょうど2時間ぐらい経ってるので、はい。でもねえ、こんにちは。ちょっとさ、のびーっとしたい。なんかさ、すごくさ、腰が痛い。なんかね、昨日ね、ちょっとね、家でね、笑うことがあってね。で、それでね、最近ね、笑うと腰がとても痛いのよ。ね、こんにちは。昨日、そう、すごい笑うことがあって、最近ここ1週間ぐらい、1月ぐらいに入ってからめっちゃね、笑うと腰にくるんですよ。笑うとめっちゃ腰にくるの。奇遇だね。お、腰痛いんだ。なんかね、そう、ちょっとね、寝るじゃん、起きるじゃん、座ってるじゃん。こう伸びーっとするときさ、ちょっとグキってならない？ちょっとね、腰痛が、ありますね。こんにちは。やばい。よいしょ。まあ、宿題はまあまあまあ。ちょっと今日はね、新発売のね、ものを食べる。今日、新発売のものを食べたいなと思います。ちょっとね、流行りに乗りたいなと思って、新発売ニューって書いてあったから、ちょっと買ってきました。チョコホイップ。これ、ラーチパックのやつですね。私ね、ここのね、ラーチパック結構好きなんですよ。なんか、チョコホイップの、ほら、見て、ニューって書いてある。なのでちょっと流行りに乗ってみたくて買いました。2時間ぐらい経ってるんだけど、それまでは私これ配信で食べるために我慢してました。おお、こんにちは。美味しそうでしょ。いただきます。イエイ。朝はやっぱりね、朝は甘いものでしょ。大和と言われるとそうでもないかもしれない。ほら、だって新発売だもん。ニュー。じゃあいただきたいと思います。開封。こんにちは。チョコホイップとチョコソースをサンドしましたって書いてある。おやつとかね、わかるわかる、いいよね。ジャストミートさん、こんにちは。ナピです、よろしくお願いします。13歳です、暇してね。こちらフォローボタンポチッとよろしくお願いします。あ、コーヒー飲んでるの？私にはね、まだちょっとコーヒーは少し早いかもしれない。ブラックコーヒーとか飲めないね、まだ。いいね、ナビも飲めるようになりたいわ。カフェラテとかだったらいけそうだけどね。こんな感じ。王道ですね、これは。こんな感じって言われても。中身が気になる。割ってみましょうか。割るっていうの？違う、割るんじゃない。あ、うまく割れない。いや、こんな感じでサンドされてるっぽい。コーヒーは苦手。あら、まあそうなのね。こんにちは。こんな感じの中身、チョコホイップにチョコソース、ちゃんとサンドされてますね。いつもね、こういうの気になる私。たまにね、いつもじゃないわ。たまにね、気になる。
コーヒーへてコーヒーでご旅館とかにありがとう、皆様ありがとうございます。で二層式になっていただきます。食べる？これだけあげる。美味しそうでしょ、いいでしょ。チョコさん、チョコ新発売なんだって。流行りに乗りたくて買いました。私さ、ほぼ流行りに乗れないけんさね、こういうのはたまにさ流行りに乗りたいよね。うん今日はお鼻につけないで。え、だってみんながリクエストするからつけてるんだよ。今日のさ声がさちょっとさ低いね。うん、あ、割引の時だけ。あ、なるほど。でも確かにそうかもしれんね。割引の時だけとかあるよね。つかない、ついた。いただきます。でもさ鼻じゃなくない？つけるとしてもさ鼻じゃないよね、ここじゃね。ベロで取れなくなっちゃった。お昼はうどんらしい。どうしたの僕なんかって、僕なんかそんなな、ならないで、なそんな風に責めないの、自分を。自分責めちゃダメだよ、自分はポジティブに生きないと。他の人がどうかどう言おうと自分はポジティブにね。ポジティブポジティブ。僕なんかはね、いや私なんかとかさ思ったらダメよ、思っちゃダメだよそんなこと。たとえなんかちょっと、僕なんかって思っても、いや次こそはって頑張らなきゃね。ね、みんなもそうでしょ。みんなもそうじゃない。え、でもねえ、ね、もちもちしてる、うん、もちもちの木。やばい。3年生ぐらいの時にさ国語の教科書にさもちもちの木をさ、もちもちの木っていうのをね私読んだのよ、読んだの。でその時にもちもちの木をもちもちの木って読んでて、お母さんにめっちゃ何度も直されたんだけど、もちもちの木だよって言われても、もちもちの木もちもちの木って言ってて、豆太は走った、豆太は走った、なんかねこれどっちか分かんなくなっちゃって、もう本当に豆太は走った、豆太は走ったみたいな。豆腐メンタル。豆腐すごいね。あ、今日ねそうチョコホイップのランチパック食べてます。おいしいよ、食べる、おいしいでしょ。口に流ついてる。あ、忘れてた。そうよそうよ、うん、おー元気もらえてるよ。お、そうなの、そんな気持ちになれないのよ。あらら、まあ何かあったんでしょうね、かわいそうに。大丈夫だよ大丈夫。
ちもちの木をね、もちもちの木って言ってたの。チョコレートサンドイッチ、 Yes、 It's so delicious、 おいしい。今日はちょっと頭の回転がうまくいかない。うん、その名前の僕なんかを消しな、僕なんかを消しな、消したら忘れるよ。こんにちは。うん、デリシャス。うん、おすすわけ、さっきからすごいお裾分けしてるよ。ほらほら、はい、ね、これはね、とてもね、あのね、ザ・チョコレートだよこれ。ザ・チョコレートを受ける。うん、あのチョコソース見て、なんかちょっと押し出すとさ出てくる。ほらちょっと押し出すと出てくる。すごいチョコソースが、うん、たっぷり入ってますね。うん、えそやっきー、美味しいよね。そう、チョコの中にチョコなの。チョコホイップにチョコがあるの。ソースとチョコ、どっちもあるの。まだついてる？うん、ほんとだ。あずきだと思った。確かね、あずきのあれよね、なんか色にちょっとチョコホイップが似てるね。ちょこっとちょうだい、チョコちょこっとちょうだい。え、チョコちょこっとちょうだい。しょうがないな、はい。チョコとちょこっとあげるよ。おり、おり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 。面白い。うん、ちゃんと消したね。偉いぞ。おお、苦しい。そうだよ、ランチパックを食べてます。おいしい。ゆきさん、うん、くまちゃんありがとう。あ、くまん、なっくまん。どうした、大きくなるよ。そうだね、まあそうですね、大きくなりたいですね。身長はもういいかな。大きくなるにはあれですね、なんかしっかりと、そうね、勉強とかね、頑張らないとね。うん、
これね、朝ごはんの予定だったんだけど、配信で食べたいなと思って起きてから2時間ぐらいこれ我慢してたの。歌唱力の収録、いやもう良かったんじゃないかなって思うよ。うん、あのね、歌唱力ね、あのノアピの中でね、最近すごい流行ってるよ。そう、その曲をね歌いました。歌唱力楽しかったです。結局緊張しました。やっぱ生演奏で歌ったのでもうねすごいと思いましたもん。昨日も同じ話したんだけど、全員分弾くんだよ。歌唱力に出る、あの48グループのあのね、それを全員分弾くってことは本当にねすごいなと思いました。やばいです。とても綺麗な音色でした。うん、何歌ったかは19日に放送されるので、はい、なのでその時にぜひ見てください。最近の曲、そうね、最近の曲だと思う、私の中で私の中でだいぶ最近の曲です。そうね、いい結果が出るといいなと思います。そう、今回は予選でいつもの発声練習プラス今回課題曲が発表されてから、そのねおそれの練習をしました。そう、みんなからそう言われる。ノアピの最近の曲は読めないって。ノアピは得意な方の曲。でも比較的低音が得意だから、ノアピちゃん、高すぎない曲ではあるかな、だと思います。なんか まあなんかすごいまあすごいなんかわーみたいな、なんかすごいわーみたいなところまではいかないかもしれないはい、ピアノとのもうリハーサルみたいなので 1,2 回やって終わりました。いくらくらいしたのこれはね、あのいつものね、はい、あの価格です。おやすみ、どうしたどうした、グッナイグッナイ。もうね、なら昭和やな。炎ではないのは分かってない。なんで、まあそれ以外にあるかもしれないし、あの炎はちょっと高すぎるから、まあうわーみたいな感じなんですね、だったりするから、まあ可能なのかもしれませんね。何の曲かはもうお楽しみにしといてください。よろしくお願いします。炎っていう曲、あのリサさんがね歌う、お値段以上あ違った、おノアちゃんになってる。
予選の1日目か2日目かまだ分からない。19日と20日あるもんね。どっちなんだろう。どっちもぜひ見てみてください。うん、ハッピーのアバターゲットならず。マジ残念。また挑戦しようや。うん、悲しいね。うん、ホムラって読むの？炎じゃないの？ホムラって読むの？えへへへ、ずっと炎だと思ってた。嘘、そうなの？ホムラ？あの炎って書いてホムラって読むの？あ、そうなんだ。採点機能、カラオケ練習した時ありましたよ。あのね、そのね、最終的にね、なんか加点みたいな、ボーナスみたいなのがついて、うん、結構ね点数いきました。炎じゃないんだ。マジか、知らなかったよ。オリツーさん、ハートありがとうございます。まあ、なんかね、伴奏との合わせ動画が本当にね少なかったから、結構ね本番も不安ではあったんだけど、うん、なんかバイオリンの時とか伴奏合わせ結構大事だから、伴奏と合わせるってすごくね大切で、なんか一発でできるかって言われるとすごく難しいです。うん、でなんかうん、伴奏とかもさ、テンポとかをちょっとさ、ゆっくりしたり早くしたりとか、なんかね揺らしたりできるけんね、メトロノームがない限り。そう、なんか今回はなんか、うん、せっかくの生演奏だったけど、あの、まあ、あまりアレンジせずっていう感じに、うん、しました。なんかこうなっちゃうとその伴奏の方もちょっと難しくなるし、ね、まさたろうさん、だるまさんありがとうございます。竹中さん、あ、なんかあの、はい、会いました、あのいらっしゃってましたよ。うん、なんかおお、これ流行ってんのっていう感じでした。はい、私が歌った曲に対して、はい、そんな感じでした。少しねお話もしましたよ。うん、ありがとう。感じた公演の時にね、今日急遽フリーになってちょっとねびっくりしたけどね。うん、なんかあの、私ね、その竹中さんに最近の流行りの曲は何ですかって聞いたら、君の方が詳しいんじゃないかなって言われました。みたいな。私あんまねよくわからないから聞いてみたんだけど、あの私もねちょっとわからなかったんですよ。いやー、でもね、私の中ですごくね、流行ってるから、最近の曲だと思ってるから、なんか少し今古かったのかもしれませんね。みんなさ、最近の曲って何みんなに聞く最近の曲って何ですか？教えてくれ。流行りに乗り遅れてから流行るから。アドさん、うん、なんか
ピース、ワンピースあるじゃん。それでさ、あ、でもそれをちょっと歌い始めたの。新時代はこの未来だってやつ、それをちょっと歌ってるんだけど、流行り遅れたらしい私。あと「うっせぇわ」とかなんか、あ、5年生ぐらいに流行ったらしいよ。私なんかね、最近中1に入ってからめっちゃね、すごいね、耳でねずっと鳴ってるの、頭の中で「うっせぇうっせぇうっせぇわ、あなたが思うより健康です」ってなってる。うん、最近の曲、あ、最近って歌いやすい曲、あ、そうね、うん、君が、あ、そうそうだ、君がよね、ね、君がラララ、なんだっけ、ララララララ、でもさ、これはいつでも流行ってるよ。あ、ここにはないもの、あ、斉藤飛鳥さんの卒業曲。歌いはしないけど、あの白いドレスがとても綺麗だった。そして泣いてしまいそうになった。これ泣いたよね、私ここで。な、幕がさ出てきて全部写真になってて泣いたもん。私が泣いてどうするのって感じだったけど、本人があの泣く前に私が泣いてました。あ、花は誰のものね。うん、そうね、確かに流行ってるね、花は誰のもの。平成で止まってるよ。平成だと何があるかな。平成でしょ、うん、うん、そうね、私のね中でね、あの流行ってるの、あ、そうね、安室奈美恵さんとか華原朋美さんとかかな、うん、あとあゆちゃん。あのやっぱりね、私あゆちゃん好きなんですよ。古いかも。そうか、え、でも平成、え、でもそのぐらい、マツケンサンバ、これ合ってる、マツケンサンバさんで、私マツケンサンバさん知ってるよ。うん、古いか、うん、平成でしょやっぱりね。お、古い、そうか、ここにはないもの、ま、ちょっと歌えるようになったら、歌えたらいいね。あ、こっかね、歌わないよね学校で、あんまり、まあ流行りの病になってから国歌とか全然歌わないですね。うん、のびママの世代の各種だね。あら、まあそうなのね。まるまるもりもりみんな食べるよ、つるつるてかてか明日も晴れるかな、ダバヌマダバヌマデュパ大きな。私これ好きよ、もうね、すごい好きよ、これのドラマ見てました。え、でもなんかすごいね、このドラマを見てその記憶がめっちゃ残ってるの。だって放送されたの何年だ、うん、M
MC いないから、あーすごいね、もうね18歳らしいですよね、すごいですよね、すごいと思います。うん、36秒でフル歌えるから、へえ、そうなんだ。伊藤さん小槌ありがとう。うん、実は何も流行ってないんじゃん。そうね、効果歌わないで、あー効果ね、うん、そうね、そうだね、ノアピが小学生になる前か、うんうん、そうだよね、うん、ね、今はね10年ちょい前、生まれる前か、生まれる前かもしれん、これは、うん、となると生まれる前だ再放送されたんか、それで見たんだ、そうよ、私ね生まれる前だわ、多分放送されるぐらいのやつ、あーあーうんうん、で生まれる前に放送されて再放送でのあぴちゃんが見たんだよ、それがめっちゃ記憶に残ってるのよね、生まれる前に記憶に残ってたらすごいけど、そうよ、のあぴ今中学1年生です、よろしくお願いします。14年くらい前かも、あ、じゃあ生まれてないね、生まれてないね、うんうん、だって明日まなさんが大体6歳とかぐらいでしょ、で今18歳ぐらいなので12年、13年前とかなので、あのちょうど私今13歳なので、うん、生まれてもまあうん1歳とか0歳から1歳生まれててもそんな感じですね。うん、おー頑張ろう、トレーニングね生まれる前から、でもね前世の記憶私全然ないの、全然ないの、でもねちょこっとだけあるの、周りがね草原みたいな感じだったの、なんか草原だったりすごい雪国っぽい感じだったり、なんかね景色だけはね、あとね匂いで私結構覚えてるの、だから行ったことない場所でもこれ嗅いだことある匂いだなって思って、でなんかなんだろうみたいな、なんでこれを、なんでこれ匂い嗅いだことあるんだろうって思いながらいることもある、そう、なんかね結構ねいや結構ね匂いでね覚えるのよね私、だから久しぶりに広島に帰ってきた時も全部匂いにつられて、あ、ここら辺だったよねって、でなんとなくその場所にたどり着いてるみたいな感じなのよねそうそうそう、結構ね匂いで覚えてるね、犬かって言われたりするんだけど、そうなんかうん、おお2011年、おお、うん、私ねほぼ早生まれみたいな感じだね、あのそんな感じなのでね、うん、多分うん丸盛り、うん多分1歳ぐらいですかね、多分うん、ちょうど1年ぐらいみたいな感じかな、うん、継続
点超えてるよ。いやなんかね結構ねそこら辺の匂いで、でね建物が変わってるとねその匂い消えるんだよね。あれここら辺にあった匂いなくなってるみたいな。そう、うん、まあまあまあ見たのは再放送ということは分かりましたね。でもそんな感じでねすごいね前世みたいな感じの記憶が、ね、あったりするんだよ。びっくりでしょ、嗅いだことあるみたいな、新しい匂いだみたいな。うん、食べ物の匂いしたらあっちにフラフラこっちにフラフラ。食べ物の匂いはねあんまね感じないかも。感じるけどあの外からはちょっとね。記憶って何歳まで覚えてるの？でも1歳とか2歳とか覚えてるんじゃない？2歳の時に、まあ、その東京のところに住んでて、その時にね私お気に入りのサンダルがあったんだよね。可愛いサンダルなのよ。でそれがなんか何だったかな、それをね家で履いてたのかな、サンダルみたいなのを家で履いてて、あ夢かもしれない。お母さんにこのこと話したらそれは夢だと思うよって、ちっちゃな頃のって小さな頃の夢だと思うよって言われたんだけど、あのねそれをね私あれあるじゃん、パンの国のね主人公いるじゃん、パンの国の主人公の T シャツ、あのそのパンの国のミュージアムに行ってたんだけどね。でねそこのそれそうね行ってたりして、でねその T シャツを持ってたのよ。その T シャツを着て、で下がなんかスカートみたいなの履いてて、でサンダル履いてみたいな、可愛いサンダル履いてみたいな感じのちょっとはちゃめちゃな格好してたっていうのを少し覚えてて、でなんかそれでねお母さんがそのねパンの国の T シャツを洗ってたのか、でご飯の時にさここつけるじゃん赤ちゃんだから、このさねつけるじゃん、こうあのこぼれたりしても大丈夫なやつみたいな、そのねやつをねかけるやつをね洗濯してたりタオル洗濯してたりしてるところに私が行って、なんかあのねすごいね飛んで跳ねてたりして、なんかわーってなってなんかちょっと怒ったり泣いたりしてた記憶がある。そうでね、お母さんが洗濯してるところにそこに行って、パパはねちょっともういないんだけど、そうそこにいて、なんかあの何だったかな、すごいねだいぶねこう年を取っていくうちにあの記憶がどんどん薄れていくんだけど、あのねなんかあのうんとね、うん、なんか飛んで跳ねてちょっとね、あと何か洗濯をしててそれは洗っちゃダメみたいな感じであの怒ってた記憶があるんだよね。それは洗っちゃダメみたいな感じで、あのなんかすごいねあのぴょぴょ跳ねながらね怒ってる夢をね見ました。そう、なんかそんな気がする。ワンちゃんだった時の記憶かも。それはないかもしれない。それは確かにありえるかもしれないね。ワンちゃんの時の記憶が夢に出てきたとか面白い。あ、そうそう、ちょっと話変わるんだけどさみんなにさ、ちょっと聞きたいことがあってさ、新年だからさ、新しく何かを始めた人います？何かを始めた人とかいます？なんか何々始めたとか、何始めた？なんかちょっと投票します。
始めた人が1、始めてない人2、いけよいけよの新しくね、何か始めた、習い事じゃなくてなんか習慣、まあ何でもいいんだけど、始めた人1、始めてない人2、さあどっちだ、始めてる人1、始めてない人2。ダイエットとか、まあ習い事とか何でもいいよ。そういう推しとかはいいよ、大丈夫。やらなくて大丈夫だよ、新年から。では5、4、3、2、1、どうぞどうぞじゃない、終わりますにゃー、やってない人6割ぐらいの方がやってないの、びっくりだ、びっくりだな、それは。なるほどね。じゃあよく、でも何かやるっていうのよく新年に始めない、いろいろとね。おしましはセーフですか、ギリギリアウトですギリギリ、まずのぴちゃんならギリギリセーフかもしれない。夜歩き、確かに夜に歩くていいね。のぴはちょっと出れないけどね、夜3期生推しダメよ。3期生に行った時点でもうみんな監視するけんね、黙ってコメントもしない、ギフトも投げない、星も投げない、黙って見るならいいよ。で黙って見てて、どんな配信だったんだよねって報告するにはいいです。でもその話で盛り上がるとあれだけど去年なら七並べ始めた。おお、ナビのカードちゃんとやってる、始めてないけど、もうすぐ、やめちゃうの、何買った、よし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 、かわいそうに。ナビの配信を見るようになった。おお、よしよしよし、偉いね。体重を測る、いいね、偉い偉い。何かを始めるエネルギーがありません。エネルギーはね、何かを見て作るものです。頑張れ。だからノアピを見てエネルギーを貯めてって、もうノアピを押すこと、いいね。ノアピをし始めた。おお、偉い。コメントしちゃうかも。ダメよ、ダメダメダメよ、ダメダメメモをつけるだけね。まあ私もやってるよ。何か新しく始めた方がいいかも。冷やし中華始めました、冷やし中華始めましたどういうことどういうこと、冷やし中華を始めました、どういうことだ。喜ばないで監視は。初めて撮った。えらいよ、わし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 、ナピチャージ、イエーイ。まさかのかぶったウケるなんだそれ私夏に冷やし中華作ったんだけど、それで始めたの、もしかしてだけど。そのよしよしも、いやでもこれはね、なんかね、あのお風呂上がりにさ、あのちっちゃい頃とかさ、お母さんとかにやってもらうじゃん、その時にね、よーしよ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 しみたいな感じで髪ボッサボサにされる。髪を拭いてくれるんだけど、よーしよ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 しみたいな、髪の毛がすごいことになるの。今もね、たまにね、なんかね、たまにされるよそう、なんかあの何か、そう、たまにね、なんか不意にね、よーしよしよしよし、犬じゃないよ私は。ナオピを見て元気になって、それならよかった、それならよかった。
ナビ面白い、よかった。新年度からポトフを作ってみたい。ポトフいいね、いいじゃん、いいじゃん。うん、新たなことか、ナビ押し始めたかな。でもなんかそのアットマークの後ろの中身推しさんがとても気になるのは、それをノアピ推しに変えてみないか。ノアピ推しに変えよう。ノアピ推し英語でノアピとかカタカナでノアピ、うん、え、そうね、うん、プラスピでいいよ。ノアピ推しプラスピ、あ、あ、なに、間違えた。その中身さん推しプラスピでいい、ピ推しでお願いします。ダメよ、ダメダメ。私これ好きよ。うん、節約始めました。節約大事。私もね、お小遣いの節約頑張ってるよ毎年。でもね、去年そのね、だいぶ東京にいる時だね、一昨年とかはね、結構お小遣い減りましたね。なんかちょっとね、無駄遣いみたいなのね。そう、その時ね、少しね、ゲームというか、あのね、あるじゃん、あのモーリーね、ちょっと遊んでたね。その時結構ハマってて、まあ今もね、まあまあ好きなんだけどね、それでちょっとねハマってました。はい、うん、芸人さんのネタなんだ。冷やし中華始めました。なるほど、なるほど、そうなのですね。私もね、冷やし中華始めました。使ってみたかった。うん、3期生のカード、ナーピのデッキが、ナーピのデッキをの中に1枚ならいいよ。マーゴロウさんです。はい、ムツゴロウさんではなくマーゴロウさんです。うんうん、冬に、ああ、おお、なるほど、食べ始めました。いいね、カキフライね。ああ、いいじゃん、いいじゃん。私ね、カキがね、食べれるようになったの。昔ね、カキがね嫌いだったんだけど、なんかあのカキの感じがね、あんまり好きじゃなかったんだけど、でもね、最近ね食べれるようになったの。あとね、ウニホウレンでさ、あるじゃん、にほうれんにさ、ほうれん草とかさ、卵とかあるじゃん、あれでね、一緒にウニ食べるのがね好きです。あ、犬は喜ぶが猫はね、確かに、よしよしよし、確かに確かに確かに。うん、パパどう、お風呂入らないな。うん、いやー、もう何年も入ってないな。うん、うちアメリカなので、はい。うん、小さな喜びにありがとうって、あ、大事よ、本当にそれは大事、大事だと思う。それはノアピもそうしてます。うん、本当に大事。もう、あのね、いつもね、終わって思う、このショールームとか、いつも皆さんありがとうって、お話し会とかさ、ありがとう、公演来てくれた、ありがとう、全部ありがとうだよ。なん、もうね、ありがとうって思うのは本当に大切な。親にね、まだ親孝行とかできてないとか、なんかそういえば、なんかあんまりありがとう言えてないなと思った方は、今すぐ言いましょう。いつもありがとうって急に言われたらちょっと、え、何言って思うかもしれないけどね、でもいつもありがとうだよね。ああ、私推しになりましょう。くまねパパさん、お久しぶり、やー、ハートありがとう。どこ行ってるの、いつも。ピシッ、なんかオーディションからさ、全然来なくなったじゃん。
ピシ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 、本当に私悲しいんだよね。ラピオし始めました。えらー、よし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 、犬のアバターだったから。ポンポンプリン推しになりました。おお、可愛いよね。いいじゃん、ラピオしについでになろうか、ついでになろうか。うん、気になる存在かも。じゃあそのまま気になってって、まあ表紙になりましょう。うん。お金のんびり使うといいよ、きっと幸せになるよ。ね、もうのんびり愛も注ぐね。お金はのんびり使って、お金をたくさん使うことを始めました。あら、そっかそっか、のびに使え。あ、フォローするとね、幸運が訪れるよ。そしてまあ、うん、のびにお金を使うときっと幸せがきます。おお、タオルで顔拭かれるのが嫌いだった。そうなんだ。よし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 。うん、うん、うん、冷やし中華を始めてませんってお店だったよ。どんなお店だよ。それお店の名前にするの。ウケる。ペッタラポッタラ、あー、おー、おいしそうだよね。うん、まあ私もちょっと食べてみたいなと思います。あの宮島でちょっとナーベ食べてみたいなと思います。あのね、なんかイモピとあのおかんあのおかんはね食べました。そう、食べるんよ、その二人はね食べるんよ。でもね、私はね揚げもみじ派かな。あの揚げもみじを食べる。ペタラポタラじゃないかもしれない。なんか誰かさ、ツイッターにあげてたよね、ペッタラポッタラ、おい、なんか案外垂れたみたいな。垂れそう。しかもそれ脳病してあげてたからね。もうね、結構えー、って思ったけど、ちょっとみたいな、すごい分かったから。なんかね、そう、なんか宮島に行くときに1000円くらいもらうから、なんか好きなの買っていいよって、買っていいよって時にあの揚げもみじを私は買うかな。みんなね、なんかペッタラポッタラって、あ、美味しそうだよね、ペッタラポッタラ。ピピタマタさん、まあ、ありがとう。うん、おやじね、私何もしてないよ、悪い子だったから。ピシッ、殴ってはないよ、平手打ちだよ。うん、いえいえ、ありがとう。みんな、うん、カードなかなかで、なかなかないです、出ないです。レアってことだね。いいじゃん、レアカードを引いた方、幸運訪れるぜ。ピシレーの初めて見た。うそー、配信見てないのかな。うん、うん、ナビに使え、ナビに使え、そのマリーを私に使え。もうピシ。うん、好きな子のとこ行ってます。いつからかな。ピシ、うん、始まりの雪が降ってきた、セクリンさんとすごく良かった、嬉しいわ、ありがとうございます。歌に合わせて言ってみました。本当に良かった。なんかね、そう、最近すごくね、セクリンさんとね仲良くさせていただいております。ちょっと私もリンゴになろうかな。
あれ可愛かった、すごく。あのね、たまのそこのリンゴ、まあいちご姫だけど可愛かったからね。うん、知らんけど。あ、じゃあちゃんと言ってないんだね。知らばっくれてないよね。うんうん楽しい、よかったよかった。こんにちは、初見さん、のあぴです、よろしくお願いします。13歳です、ぜひ応援してね。こちらフォローボタンポチッとよろしくお願いします。ありがとう。うん、そうかな、そんなに早くない気がするんだけど。よいしょ、うん、ちょっとね、ノアピもね、何か、まあ今年新年だし始めようかなって思ったりしてて、まあ5分ぐらいで大体、まあ、毎日続けられるものをちょっと考えてましてですね。そうで、まあ配信中にできるもので、結構ね、みんなのしつけに、しつけじゃないわね、しつけってコメントがあったからそれ読んじゃったよ。みんなのね、役に立つものとかで、ね、なんかあるかなっていや違うよ、みんなが、みんなじゃないわ、その人がしつけって書くから、しつけって言っちゃったよ、違うよみんなの 役とかに、役にも立つかなってあの、もう なんかあるかなって、勉強しかない、うんごめんごめん、ごめん、しつけじゃない、いや大丈夫大丈夫みんなの役に立つものしつけはしないよ、うん、でも明らかにちょっとあれだったらしつけするかもしれないけど、うん、あの、まあそれか私の役に立つもの、まあ、勉強はねもちろんだけど、勉強はもちろんだけど、勉強5分で終わんないな多分うん、まあみんなは、うん、ナピのね成長を見守るもの、おおしつけちゃんダメだよ、ダメダメ、ナピちゃんでよろしくお願いします。ちょっとね、ダメよ、もう私もね、うん、あの配信中にできるもので、私の役にも立ち、みんなの役にも立ちそうなもの、まあみんなはナーピのことを見守る、それをずっとする、うん、じゃあナーピの役に立つものは何だろうね、なんかあるかな、うん、見守るよ、ありがとう。おー、なるほど、手話講座、手話はねやってるんよね、新しく始めたいなと思って。ギターはちょっと私は少し難しいけど、ウクレレとか、あ、ウクレレね、あ、ウクレレ私最近やってないじゃん、思い出させられた、おー、なんでもないよ。あ、そういえばみんなウクレレ買った？そういえばだけど、ウクレレとかもしかしてだけど買った？ごめんね、その方、せっかく買ったのに私やってないわ。しかもシューピーも最近やってないね。でもそろそろちょっと終わりたいなと思ってるんだよね。あ、なってないので買ってません。あら、まあ夏にね、そうウクレレとかをねやってたんだけどね、やばいな。うん、バイオリン教えてください。おー、バイオリンね、うん、百人一首を覚える、うん、人種か、やめることは始めました。いや、なんかね、ごめん、
続かなかったね。また明日やろうか。明日やろう。明日明日これ絶対やらないパターンだ。明日やろうね。明日明日ね。うん。おお。漫才講座。私が。大丈夫かな。くれる勝てないか。そっかそっか。うん。使えるシャーピの講座。おお。ノアピは教えたしね。いいよ。あとあれ、そうだな、大好きとか、あのね、お話し会でね教えていただいたんですけど、大好きとなんかこれがね嫌いなの、これは嫌いになっちゃうの、だから気をつけてね、これは嫌いだから、あのね、なんかね、これがねまたね、なんだったっけな、これがねまたちょっとね違う意味で、これになるとね幸せが2回で、で1回が大好きだと思われると教えられました。はい、そのファンの方にね、その大好きってなって、あ嬉しいと思って、あれこれ幸せもあったっけみたいなと思ってね、でそしたら幸せが2回で大好きが1回なんじゃないかってなって、ああそうだねって、これが幸せで、これが大好きだ。だからの、あ、ピ、大好き。いいじゃんって思いました。なんか、あの、あ、お天気お姉さんね、うん、やってみたいよ。なんだろう。まあ、そうね、お天気お姉さん。え、出てて。うん。アイドルみたいな感じで、あでもなんか、うん、真面目にって感じでやってみたいです。あの本日の天気はってやりたい。健常ソジャイティ名産物は桃鉄で覚える。おお、大好き、自分で調べたよ。おお、どうだった。うん、ぜひぜひしてみてください。のカタカナのので、あグッジョブをこっちに横に倒して、あでピッ、これはね上になっちゃうからピッピッね、あのピッ、まあねこれだけだとねちょっとね変な意味になっちゃうらしいから、ちゃんとあの1ってさこうしたりするじゃん、こうじゃなくてこっち1でピッです。あ、ね、ありがとうね。よし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 。結構さ、早く流れないとさ、なんか、あの、剥がしの方にさ、剥がされちゃうじゃん。なんか、ね、だからさ、結構シュアピってさ、いいと思うけど、高速でやらなきゃいけない。だからもう、大好き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 、これ幸せ、幸せ、みたいな。もう大好き。だけでも大丈夫だと思う。なんか、のは、大好きみたいな、ノア大好きみたいな、ノア大好きみたいな、あのもうノアノ大好きノ大好き見事にね剥がされてたね。かわいい、嘘嘘そう、うん、調べようか、うん、ちょっとね調べてみようね、うん、待つんだ、うん、みんなちょっと待てる、うん、ちょっと2ヶ月ぐらい待っててください。会いたい、これが始めまして、なんか何々したいで、たいがこれ何々したいで、
食べたい、行きたい、あと飲み、あのこれね、飲み、なんかあのジョッキを持って飲みたいとかジョッキそうそうそう、うん、シングル名を手話で、あ、あの花は誰のものだけできるね。花は誰のもの、花は誰のもの、うん、なんかちょっとね指文字になると難しいんよね。うん、右手左手で違う意味になること、いやそれはわからない、ちょっとそれはわからないです。うん、誰か隣にいると、ん、話が広まるの、いいね、いいじゃんいいじゃん、え、どういうことどういうことごめん、な、誰が隣に、誰かかな、隣にいると、ノービーの話で盛り上がるってこと、わからないいやまあでもいいじゃん、みんなの中で話がさ作れるね。ダメだ、あんまり理解してないわ。うん、先生は左手グーを、あ、そうそうそう、これはね、あの褒め、あ、これは、あ、あー、かわいい、かわいい、あ、相手針を手でぶつけたあの、かわいいね、これ褒めて、あの、いいじゃん、これいいね、褒めてよ、やってたよ、サイレント、うん、ショート動画にして、あー、おー、やってたよ、やってるよ、ツイッターで、あの花は誰のものでね、やってたりするよ。うん、これが可愛いか、可愛い可愛い、うん、ピシッは何のシワ、まあ、うん、手話のね、そのツイッターのね、あのいいねとかが増えたら続けるけど、減ったからちょっとやめるかもしれんいいねとかが結構手話アプリでね一番最初バズったんだけど、バズったのかな、まあ、まあ、バズってたんだけど、ちょっと、まあ、ちょっと良かったかなっていう、うん、でもまあちょっと減ったので、どんどん減ってたので、あ、ここまでか、やめようかなってちょっと思ってたりします。なのでちゃんといいねとあのコメントをしてほしいです、毎回、私のねそういうのやっぱ毎回してほしいなって思います、毎回、この君、毎回のびにいいねとかコメントとかリツイートとかよろしくお願いします。あとね、なんか最近さ表示回数みたいなの表示されるようになったじゃん、あれが本当にすごい厄介で、あのね数字見ちゃうとね、あれ一番少なく見えるんですよ、だって1万3万とか言ってる子もいるでしょ、私4000とか5000で終わっちゃうもん、えっていう、あ、まあ残念ながらちょっと私も悲しいです、みんな見てないっていう証拠だよ、私見てる、やらなかったら I hate you no no no、 うん、
まあ一回、まあ一回ね、まあ一回じゃなくてね、まあ一回ね、後回しのノーモア後回し、ここでもそう、いいね。私もね、気をね、人間だから気にしちゃうのよ。人間だよ、他の動物ではないの、宇宙人でもないのね。だから後回しダメ、返信、まあコメントとかいいね、よろしくお願いします。毎回ね、まあ今さ、なあ、拍子直れないなとか恥ずかしかってる方とかいらっしゃると思うんですよ。このルームとかに出てきなさい、出てきなさい、無視し無視し、はい、出てきましょう。あのもうみんなそういう風になってくれ、出てきてください、無視し無視しって言って出てきて、でそれでさ別にもうね、みんな仲良くなれたらいいじゃん。まあそんな感じかな。ちょっとそろそろ終わりたいなと思います。うん、お、ちょうど12時ぐらいまでになったので、うん、1時間ぐらいしたしね。知らんけど流行ってますか、知らんけど。ね、わからないな。あ、なんかね、私の中でムシシは流行ってるよ。うん、コメント読んでくれてるの？読んでるよ。よ、もちろん読む努力してるよ。私ね、コメントね、追いつくの遅いんだよね。だからね、読めてない人もいたりする。知らんけど流行ってるのそれ。私が言ってた、もしかして知らんけどって、知らんけど。はい、じゃあ終わりでいきたいと思います。ごめん、今すごいね、危なかった。では、ああ違う曲にしよう。ちょっとね、最近ねこんな曲続いてるので、じゃあ今日のがちょっとね、クリスマスコンサートでの話題が少し出ましたので、最後大使さんです、2時からです、またね、バイバーイ、 See you later、 See you again、 See you、 バイバイ、バイ。こら、ナビはもうしつけはしないよ、大丈夫、安心して、何もしないよ、おやすみなさーい。